で200円払うとガイドさんがついてくれる、まあといってもあの個人ガイドじゃなくて2、30人1グループでガイドしてくれる方がつくっていう、あれ道あれ、そう、その時もねガイドをつけて、でなおかつ声がよく聞こえないでしょ、ガイドって後ろの方におると、だからそのガイドのさんの声がよく聞こえるようなこう、まあ、レシーバーというかね受信機を貸してもらって、ああそれで聞いてるとどの位置におっても声がよく聞こえるので、ああこのやり方いいなと思って聞いてました。まあね、どこでもそうですけど、やはりガイドはつけるべき。聞いた方が全然ね理解度が違うし、一つ一つ見ててもね印象の残り具合が全く違ってくるんで、ちなみにそこはね200円でした。1人200円、だってあの鶴舞公園でさえもガイドありますからね、もうぜひ聞いた方がいいですね。ああいうのはこうなんか言えなくなっとるな、スコーンと。あーこれじゃ池だったっけ、ここは渡らないか、一つ川があるよね、ここね水が溢れた時に水を逃す遊水池というか、なんて言いましたっけ専門用語で、ちょっとあまた道がなくなっとる、これどんつき多いな、全然いけんな。ちょっと今日はねさすがに暑いな、ちょっと冷たい飲み物でも飲まんとちょっとやっとれん感じですね。今日はどこかで休息入れたいと思います、珍しく。それぐらい今日はね暑い、最近はねそう暑いと思ったことないからそういう休憩取ってなかったけど、今日はね結構暑いです。さあ名古屋スバルの本社の横を抜けまして、スバル車がずらり勢ぞろいという感じで、ちょうど昨年夏の北海道ツアーの時はもろもろあってアウトバックに乗れることになったので、スバルのあの車を堪能しました。北海道ではいいよね、地上高めちゃくちゃ高いし、当たる心配がないので、下をする心配がないので、安心して北海道の砂利道をオフロードを走ることができまして、あでもね北海道はいいよね、1年1回ぐらい行きたいよねこの先も。ということで非常に今日はね暑いです、結構暑い、ちょっと今燃料補給じゃないですが水分補給をどこでしようかなと、頭の中それしかないのでちょっと会話が出てきません、もうよた話にもなってないというこんな状況ですね。でここから上がってその遊水池のところを抜けて反対側行きたいと思います。はい、出ました。ここ大水になると水入ってくるってね、昔は釣り堀がありましたねここにね、釣り堀あったけどなくなってまったな、今野球場かなんかになってます。ここからまた登らないかんですけど、よりによってまた反対側か、右側に立って自転車を押していかないと上がれない構造になってます。階段がね結構段数が多いな、最後はきつ、到着。さあ川の上へ出ましたら案外風が、案外というか結構吹いてますね。川面に近いところを走ってた時は全然風なかったですけど、堤防道路へ出ますと結構吹いているので、あとこれで体温を下げてくれるかなと。さあ右斜め前には名古屋駅の高層ビル群、大名古屋が誇る高層ビル群が見えてまいりました。なかなかあのあれは人工物って思うとなんかこうね、やっぱりこうウォーっていうね、こう圧迫感というか威圧感というか、そういうものを感じますね。山だとそうは思わんけど、なかなかね、あれこれ堤防へ出れるけど今日は下から行きます。日頃あんまりこっち通らないんで、これは暗渠ですかね、この感じだとちょっとこの辺は全然車通ったことないので、車おろか自転車もですけど、おそらく暗渠になっているところだと思われます。とりあえずこれ何の花だろうね、結構咲き誇ってますよこの暑い時期に、なんだかわかんないけどずっとね道続いてますね。これ暗渠だよね、ただ風がね思いっきり吹き抜けてくるので結構大変です。地味にここはレトロストリートなのでちょっと取材していきます。ドテアス、あとはね光サービス、結構古いね、昭和30年代ぐらいあの作りだと、スズキモータースもレトロ、ここもねもうだいぶ前に取材来てんですけど全く動画にしてないね、すいません。ここで終わりかな、ここで U ターンしましょうか。カラオケゆかり利用ダッシュ、いいね名前がね、カラオケゆかりの看板がレトロ、カラオケっていうねちょっとこう勢いを感じる感じがいいね。でゆかりでちょっとねこう明朝体でお月を醸し出してるっていう、何の解説をしたんだって思いましたさあ今度反対側を撮影していきます。ここは何、床屋さん、この辺もなんか店舗だったんであろうと思われますが何か分かりませんね。ここも床屋さん、こんな近距離で床屋さんは2軒もある。ここは何、着物屋さんで、こっちがさっきのね結構レトロです。こっち側はねほぼないね、
そこにお菓子つかさ、あれ何て言うんだろう、お菓子つかさ、お菓子しどっちでしょう、どころでもないし、なんだろうね、なんて言うんでしょう。いや、これは省エネホーム、横がなんかスナックか喫茶店の跡しかなくて、出窓がいいね。あとそこはレトロだよね。これ反対側から撮ろうか、建具こいな、反対から撮るわ。車ジャカスカ来るな。これ何、タバコ屋さんから飲食店から喫茶店で建具屋さん、いいね、味があるね。これはアパートだね、昭和レトロアパートだ。ゲスは完全に昭和レトロアパートですね。 1,2,3,4 5軒分ぐらい。こうなんだ、よくわからん。ちょうどね、堤防からずっと来てる道ですね、これは。堤防行くと危ないで曲がります。パッと見レトロないな。昭和家屋があったので、ちょっとそっちから行きますね。まだ今の道まっすぐ行っても何もなさそうだったね。でこの前からちょっと話題になってる山中に立ち寄りますか、お茶を買いに高いともっぱらの評判、山中基本高いと思うな。私もあの小売業長かったですけど、山中高いよねでもこの前入ったどっかの山中はね、あれまあまあ安いじゃんって思ったのどこだったかな、どこで入ったら。そういうとこもあるんですよね。どこだったかなあれ、山中。分かりやすいのは食パンの値段見るとね、一つそこの相場上がりますわね。あ、これぐらいかって。まあ食パンでも今だいぶね、価格差がなくなってきたかな。うん、高いどこもね、200円と言わんけど。まあ代表的な我が町名古屋のパンメーカー、フジパンの本仕込みから敷島パンのなんだどうするした本仕込みと長熟か、その2つ価格のバロメーターで見てますけど、100高いと780円、大野ギガックです。もうね、100円台というのは110円までいかない価格で売ってる頃なんて結構ありましたけど、インフレ状態だいぶ価格上がったよね。ちょっととてもじゃないけど庶民にあかんような食パンの価格になってまいりました。さあ今日マジ暑いな。ちょっと今日はね、いつになく体力奪われる。あ、今日ね、本当はね、夏真っ盛りだから新米粉でも行っちゃおうかなと思ったんですけど、やめといてよかった。この状態で行っとったら熱中症でダウンしてる可能性ある。結構今日はね、放熱がうまくいかんな、そんな感じがします。さあほぼ目の前が庄内緑地というか、あの自動車学校のとこですね。 CBC 自動車学校か、こっち側ってなんだっけ。ここもおそらく暗渠地帯だと思われます。残念ながら誰も外には出てません。誰もいません。頭いかれてますね、こんな日に自転車乗っとるのは。空冷エンジンですけど、まあ走っとると案外風は抜けてくるんでね、なんとかなっとるっていうところはありますけど。なんかお巡りさんがいっぱいおるな。何やってござる、何やってござる。4人ぐらいおるのお巡りさん、お怒りだな。お名前も言わねえわ、そっちなんか。かなりお年寄りエキサイトされてます。まああんまり警察向かってね、立てついてもいかんけど、落ち着いて話しましょうっていう感じだね。公権力に立てつくとろくなことないで、どの国でもね。司法警察職員ですからね。